はい、えー。今回は3月5日にビデオコーパイロットから公開されました無料のプラグイン、セーバーをご紹介していきます。まず、ざっくり使っていきます。コンポジション、新規コンポジションを作成します。カット、0、1。そして、新規平面、黒い平面を作ります。これに、エフェクト、ビデオコーパイロット、セーバーを適用します。すると、こんな感じで、光の線が出てきます。デフォルトの状態では、この線は、 スタートポイント、この点ですね。と、エンドポイント、この点。二つの点をつなぐように光の線が出ています。ですので単純に、この点の一つ、エンドの方にキーフレームを打って、エンドポイントを動かします。 すると、こんな感じで、光を振り回すことができます。これを実写で人が棒を振り回している映像に合成すると、スターウォーズのライトセーバーを作ることができます。こんな感じの、光の線のエフェクトとなっています。そして、パラメータを見ていくと、まず、グローカラー、光の色を変えることができます。そして、このあたりのパラメータで、グローの発光の強度ですね、発光具合を調整することができます。 コアサイズがこの芯の光の強さですね。そして、スタートの位置とエンドの位置ですね。このあたりがベーシックな部分となります。さらに下の方を見ていくと、カスタマイズコア。ここで、スタートの線の太さ。オフセット。そしてスタートの丸みですね、先端の。同じようにエンドの太さ。 オフセット。ここを0から100にすることで、ライトセーバーが出現するアニメーションできますね。そしてここも先端の丸み。このあたりの項目で、真の光のディティールを作ることができます。さらに、下を見ていくとフリッカー。光の揺らぎですね。 を追加したり、ディストーションで、光の形を変えていくことができます。さらに、コアディストーション。ここは真の光の部分ですね。 いろいろカスタマイズしていくことができます。まあ、ここを触ることでいろんな形の光を作っていくことができそうですね。そしてグローセッティング。全体の発光のディテールですね。こんな感じとなっています。これらのパラメータを触ることでいろいろな光の形を作り込むこともできそうなのですが、 このセーバーにはプリセットがいろいろ用意されています。まずデフォルト、最初の状態ですね。アークリアクター。バーニング。こんな感じで、相当な数のプリセットが入っていますので、すぐにいろんな表現を作っていくことができます。 そして、この光の線は、今、この二つの点ですね、スタートとエンドの。点を繋ぐように出ているのですが、他にも、こんな感じでマスクを書いて、マスクに適応することができます。このカスタマイズコア、コアタイプセーバーを、レイヤーマスクスに変えます。すると、こんな感じでマスクに適応することができます。他にも、 テキストですねカスタマイズコアテキストレイヤーでこのテキストレイヤーの項目にテキストのレイヤーを設定するとこんな感じでテキストに適用されています そして描画モードをスクリーンにすると、こんな感じで合成することができます。最初に作ったマスクのセーバーですね。そして例えば、Fire。Fire。そして元のテキストも表示させます。 加算、不透明度。こんな感じで燃えるテキストの表現なんかを作ることができますこんな感じで光のアニメーションを直感的に作れる面白いエフェクトとなっています無料でダウンロードして使えますのでぜひいろいろ触って遊んでみてください今回は以上ですまたお会いしましょう